真山雄一は、日本の政治家。公明党所属の福島県議会議員。元衆議院議員。宮城県仙台市出身。仙台市立大沢中学校、東北学院高等学校を経て、東北学院大学経済学部を卒業。店舗用備品製造会社に就職。公明党入党後、党青年局次長、東福島県職員、国会議員秘書などを務めて、 東北方面青年局長に就任。2012年12月16日、第46回衆議院議員総選挙において、比例東北ブロック、公明党名簿、第2位で出馬するも落選。2014年11月20日、福島県庁で記者会見し、福島の復興を風化させてはいけない、止めてはいけないと訴えていくとして、第47回衆議院議員総選挙に、 比例東北ブロックで立候補することを表明。同年12月14日、比例東北ブロック、公明党名簿、第2位で出馬し初当選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙でも、比例単独で出馬したが落選。2019年3月、同年秋の福島県議会議員選挙に、岩市選挙区より公明党公認候補として、 立候補することを表明。同年11月、福島県議会議員に初当選。趣味は、読書、スノーボード。好きな本は、永遠のと。ありがとうございます。